かし部活か。ろくにスポーツしたことないのに運動部だけって。つうか実習ありまくりなのに部活必須って。たまらんな。たまりませんな。いいおっぱいしてんな。俺はこの腰のラインがエクセレントですな。おっとこれはまたスーパーエクセレントですな。ちょっと巨乳すぎね。誰だ。よっしゃ。おう一年か。なんだよ、興味あるなら遠慮するなよ。お前も見たいか。見たいだろ。いや、その見せてやっからこっち来い。いいおっぱいだろ。絶妙な腰幅、獅子のバランス。去年の耐久審査チャンピオン、ベルードちゃんだ。なんなんすかここ。エゾノホルスタイングさ。体型の美しい牛を作り品評会に出したりするホルスタインをこよなく愛する部だ。ホル部に入れよ。一緒に好みの女を作ろうぜ。牛が恋人の白黒の高校生活なんて。やだー。ほれほれ、ホルブ3年生よ。1年生をいじめてはいけませんよ。その子をお話しなさい。大丈夫ですか。 ありがとうございます。地獄に仏とはこんなこと。通りすがりの馬術部顧問中島です。困ってることがあったら言いなさい。何、馬術部を探していると。な、ちょうど私もそちらへ行くところです。導いてあげましょう。牛の美しさがわからんとは。人間の女だぞ。牛乳飲んでる。